初当時駅は、かつて、北海道根室市初当時にあった北海道旅客鉄道根室本線の駅である。電報略号は牛。1978年の初当時駅と、周囲約500メートル範囲。右が根室方面。短いながら、石組どもりの短式ホームを持つ。国土交通省国土地理院地図。 空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成地名より、当地を水源とする川の名称ともなっている。山田秀蔵によると、アイヌ語に由来する一家の二説があり、いずれも中田法政、北海道江戸ご地名会から紹介している。山田は、この二説について、どっちが正解なのかは今となってはわからない。古い松浦図は、貼った牛なので、それが原型だとするならば、 前説に従うべきかとして、ハットタース愛説を指示した上で、初当時川の付近を流れる、和田牛川の愛の5名とされる、オワタラウイ相互に混合があったのではないか、と推測している。なお、他の書籍では、駅名、地名の由来は、以下のように紹介されている。単式ホーム一面一線を有する地上駅。営業当時は、無人駅で、根室駅の管理下にあった。 新吉野駅、姉別駅と同一形状の待合所を有した。駅前待合室は、北海道道線127号発当時圧、床線から分岐する砂利道の先に位置した。森の中にあり、付近に、初当時地区の集会所があるが民家はまばらである。駅裏には、北海道道142号根室浜中、釧路線付近へ至る道路があるが、 私線路などは設置されていないため迂回が必要であった。なお、この付近は霧の発生が比較的多い場所であり、駅付近には防務保安林が設けられている。駅跡については、廃止前の2018年11月15日に、初当時地区で行われた住民説明会の席上で、住民側からモニュメント的なものの設置が要望され、 その後遠隔などが記された記念看板が設置されている。ありがとうございます。